はい、録画。こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今回はですね、日本のスケートパークを制覇するその57、愛媛県の東予運動公園スケートパークに向かってます。で、なんで車の中で撮ってるかというと、まあ、今日、広島とかね、いろいろ行ってたんですよ。まあ、岡山から始まって、広島に行って、みたいな。で、愛媛県から四国入ってっていうプランだったんですけど、で、まあ、そう、前回広島のパークも滑ったんですね。っていうのをやってるうちに、時間がなくなりまして、ま、今、もうすぐパークに着くんですけど、パーク着くの6時着なんですよ。で、閉園が19時っていう また1時間チャレンジみたいな感じになっちゃったんですけど、ちょっとね、なめっぷしすぎてですね、時間がないんで、多分駐車場でね、撮って何してってやったら、もう時間がもったいないんでね、なのでちょっと今回は急いで録画してる感じです。で、まあね、次のパークも、まあ、今回行くパークも前行ったことがあって、まあ安定のつむら製の前に滑ったことあるやつなんで、まあね、そんな長居しなくてもいいかなっていう気持ちではあるんで、はい。でもね、さすがに1時間は欲しいんで、1箇所。なもんでね、東予運動公園スケートパーク、滑っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。
はい、というわけで愛媛県東洋スケ、あ、東洋運動公園スケートパークでした。30分かからなかったのは初めてです。もうね、どこにでもあるやつなんだね、あれ。もうテンション上がんないんですよ。で、もうね、何個も何個もあれあるんで。まあ、あとね、多分残り20ぐらいはまたあれ滑ることになると思うんですよね。なのでね、ちょっと今後も、あいつ出てくると思うんで、まあ、お楽しみにというところで。これから、黒島海浜公園、次の愛媛のパークですね。てかもう次が最後なんですけど、愛媛県、こういうパーク2つしかなくて、なもんで、次で愛媛は、制覇になります。ではね、次のもね、また安定のつむらセクションなんですけど、まあ、次のとこはね、ちょっとピラミッドとか、あと長めのボックスとかがあったりして、あと、レールとか多分手作りのやつがあった気がするんですよね。で、なんか鉄の R とかもあるんで、次のところはね、割と楽しんでいけると思うんで。で、今回は日本のスケートパークを制覇する57東洋運動公園スケートパーク愛媛県でした。というわけで、以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。